皆様こんにちは。韓中国です。恒大集団の債務危機が続く中習近平政権は直接介入していないが満科企業中国金も、務加純事などの政府系企業や不動産開発会社に対し経営難に陥っている恒大集団の資産の一部を購入するよう要請していると事情を知る関係者が9月28日に明らかにしました。 北京当局が恒大の資産を再編する中で、創業者の許開運氏の背後にある中国共産党の有力家族が徐々に浮かび上がってきています。ニューヨークタイムズ紙9月28日の報道によると、許氏は1996年38歳の時に不動産会社恒大を新鮮紙で設立しました。巨額の借金や豪族との提携により、 従業員十数名の小さな会社から中国最大のデベロッパーへと急成長を遂げました恒大の背後にある中共の有力家族は温家宝一族と華慶輪一族であるといいます同志が入手した文書によると2002年温家宝副首相の弟である温家宝氏は恒大の取締役の一人であるだけでなく 二番目の株主でもあったといいます虚氏は江沢民派の家経林一族とも密接な関係を持っていますデズモンド・シャム氏は最新の著書赤いルーレット現代中国の富と権力腐敗と復讐の裏話の中で2011年に家経林氏の娘家庄氏と婿の李白炭氏が ヨーロッパで旅行した際に巨子が同行した時の回想を書きました当時加計林氏は中共政治局常務委員の4番目に位置していました巨子らはプライベートジェットでヨーロッパを旅行しパリのパレロワイヤルの裏庭にあるミシュラン三つ星のパビオン・ルドワイヤンで10万ドルを費やして1900年から1990年までの ワインを飲んでいましたまた、江東ダジュールへの旅行では虚子は香港の大富豪から1億ドルのヨットを購入することも検討していたといいます過去数十年を振り返ると江沢民政権が官僚の支持と引き換えに汚職を容認していた時代に虚子は権力者と資本の癒着を利用して権力を拡大していました 収支が権力を握るようになり、高官の白い手袋を取り締まってから、虚子は衰退し始めました。中共の支配下では、中国のほとんどの大金持ちが、このような運命から逃れることができませんでした。家計林氏のほか、虚子は後派の右腕である蘇慶公氏との関係が深いため、蘇慶公一族の白い手袋とも言われています。 挙手は後派との結びつきが強いため、修氏は後代を救わず逆にその資産を国有化し、つまり自分の手に入れ、後派の財政的な生命線に大きな打撃を与えるとアナリストが分析しました。しかし修氏にとっては第20回全国人民代表大会までの安定性を保つことも重要であり、後代の破綻が 投資家や消費者に与える影響をどう減少するのかは考慮する必要があるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。